皆さんこんにちは。実況の実京太郎です。こんにちは、解説の甲斐節之丞です。今日はここ PFN の研究所からお送りいたします。こちらが最先端の技術を搭載したお片付けロボット。なんと誰の力も借りずに自分の判断でお片付けができてしまうというとんでもない代物。果たして散らかりまくりのこの部屋を誰の力も借りずに片付けることができるのでしょうか。開発者の皆さんも固唾を飲んで見守っていますね。おっと、準備ができたようです。いざお片付けスタート。さあ早速お片付けロボットが動いた。おっと、これは何をしているのか。片付けるものを探していますね。なるほど。ロボットどうするのか。おっと、何かに気づいた。スリッパを取りに行きます。スリッパを取りに行きます。スリッパです。スリッパに気づきました。スリッパがある場所を教えてないのに完全に自分の判断でスリッパを認識しましたね。見事です。さすが最先端のテクノロジーだが、まだまだ安心はできないぞ。果たして落ちているスリッパを華麗に拾い上げることができるのか。どこを掴んで拾い上げるのか、その判断も難しいですよ。はい、拾ったー。成功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 、大成功。リプレイを見てみましょう。見事ですね。ちゃんと持ちやすい場所を判断して掴んでいますね。研究員もこの表情。おっと、そうこうしているうちに拾ったスリッパを持って移動した。これはスリッパ置き場に片付けよう。さあどうするのか。お片付けロボット、揃えられるのか、しまえるのか、どうするんだお片付けロボット。なんと揃えた。揃った揃ったぞ。揃いました。すでに一つ置いてあったスリッパの位置をしっかり認識し、見事に揃えましたね。はい、見事にスパンと揃えていきました。これは歓喜の PFL 研究員。おっと、まだまだ片付けは続いているぞ。さてさてどうするのでしょうか。次はウェットティッシュです。今度はウェットティッシュをしまうのか、しまってしまうのか。右の本棚に持っていきます。あっと、ここで痛恨のミス。上下逆だ。いえいえ、慌てないでください。ここからの動きに注目です。いやいや、ここからは無理でしょ。ひねったー。上下正しい向きになりましたよ。お見事。どこまで賢いんだお片付けロボット。これは部屋がきれいになるのも時間の問題ですね。なんでこんなに散らかってるんだろう。すごいぞお片付けロボット。教えてくれ、なぜ、一体なぜこんなことが君には可能なんだ。